なお、太陽から1901年8月19日は、第二直し王党を第19代にして、最後の琉球国王、後に、日本の家族として、琉球藩王、公爵。同盟は思え継ぎを兼。父は、第18代国王なお行王。小太陽小太公の葬儀1848年6月8日に、わずか4歳にして即位した。 1853年にはペリーが琉球に来航し、翌1854年に琉米修航条約を締結した。さらに、1855年には琉仏修航条約、1859年には琉蘭修航条約を結んだ。元来、琉球は薩摩藩の扶養国かつ、真の朝工国として、一定の独自性を保っていたが、他府県の廃藩地県も済んだ。 翌年の1872年に日本は琉球国王正体を琉球藩王に封じて家族とし東京に判定を与えた。そうして1879年の琉球処分により琉球藩に沖縄県が設置されると藩王の地位はなくなり居城の首里城も出ることとなり琉球藩は消滅した。正たちは琉球王家の屋敷の一つ中御殿に移ったが 明治政府より東京移住を命令され、家族として東京へ今を移した。次男の小虎、四男の久信は後に沖縄に帰ってきている。後家族令の発令に伴って正体は公尺となった。1901年に急成長語るのため59歳で没。母書は沖縄県那覇市の琉球王家の寮母、玉良。なお、直家は、 現在も存続している。命、ドゥフォーは、正太陽の言葉と言われることもあるが、実際には後年創作された演劇中のセリフである。ありがとうございます。